プリエドビザは、スロバキア、トレンチイン県の都市、スロバキア中央部、県の東部に位置する。ニトラ盆地の中間にあり、東は、ブタツニク山地、ジアル山地、西は、マラー・マグラ山と境を接する。ニトラ川が、市西部を、ニトラ川の支流のハンドロブカ川が流れる。1113年、ゾボル修道院の記録に、プリージアンという地名が記された。 1383年、ハンガリー女王、マーリアによって、王立自由都市とされた。16世紀以降、町で職人による細工が発展した。1599年にトラカワ流域をオスマン帝国軍が襲い、町は火に包まれた。1673年に、ハンハプスブルク家反乱、クルクが起き、再び町は放火され、町の公文書の一部が焼けた。 19世紀後半から20世紀前半にかけ、鉄道の到来で町に産業がもたらされた。第二次世界大戦中は、レジスタンス運動が活発だった。戦後には、産業の発達で人口が倍増し、戦前の約5000人から5万人となった。プリエドビザ住民の多くは、町の炭鉱や、隣のノバーキにある発電所や化学工場で働く、労働者である。 2001年の調査で人口の96.65%がスロバキア人0.95%がチェックビト0.48%がマジャル人であった。カトリック教徒は61.91%、無宗教が29.01%、ルーテル教会が2.29%である。ありがとうございます。